どうも、はじまきゅうしろです。今、後ろが窓が開いちゃって、バリバリにね、住所が見えちゃうんで、すごい角度でやろうかなって思ったけど、やっぱやめます。エアコンで住所とかバレないよね。その、カーテンレールとかで住所バレないよね。いや、カーテンレールで住所バレるって。なんだそれ。ね、どんだけカーテンレールにこだわってる時代なんだよ。ね、カーテンレール一つでその人の、なんかね、全てが決まるみたいな時代だったら、確かにそのカーテン、マイナンバーに次ぐマイカーテンレールみたいな、自分の DNA 構造とか、その自分の容姿とか全てを組み合わせて配合できたカーテンレール、それを元に作られた、その、ブサイクなやつはグニャグニャなカーテンレールになったり、じゃあ、俺のまっすぐだから俺むちゃくちゃイケメンになるじゃねえかよ、それだったら。でもカーテンがないんだよな。カーテンレールしかないってことは、中身が空っぽの人間なんだろうな。うん、当たってるよ。